はいどうも、ロンドン精霊探偵団第あれ前回かな、あれ前後半に分けちゃったから何パート11回目ですかね、やっていきたいと思います。謝罪、前回終わってセーブし忘れてました。泣き、いきますか。始めようと思ったら6章ってセーブデータがあって、あ、これかと思ってやったら猫のお祭りって出てきて、なんでって思いながら、だからちょっとレベルに差があるし、なんならその動画に残ってる方、初見でやった方の反省を生かして、めちゃくちゃ SP 回復のアイテム持ってる今。最近は随分としてる方ね。これといって大した事件も起きないし、もうすぐ万博。探偵、探偵、探偵協会、あ、そう、探偵協会、そう、行きたくて、前回のね猫のお祭りの時に撮ったなんだっけ、あれ銅像、銅像じゃないっけ、額縁手に、あれアリエス、風直った、ハル、最近暇ね、話しかける側になってる、仲睦まじくなっておる、ねえねえねえ、なんかないの、なんだお前かわいいの、あたし暇、あんた暇じゃないの、いや俺も暇だけど、いや暇だ、ねえねえ、なんもなかったし、あったか事件起こり、お前マッチポンプ やめろや、意味ねえだろ、最短ルートでわかるやん、お前だろって言って終わりだろ、はい、ってことで、アリエス風邪治ったのかな、描写がないからわかんねえけど、まあ治ったってことでいいでしょう。で、どうしようかな、あと相棒と去年4人を俺固定で、残り3人をなんかバラバラでどんどんチーム組んでって、最高3人、最低2人でやっていくみたいな、え、何、いいよ、何、ジョンさん、ブラドーリのアラパート並び、ほんと OK、 なんだろう、取り立てかな、お前そろそろ家賃払ってくれんかみたいな、今回はいるかな、いない、あ、いた、アイボールだ、なんか暇とか思ったことないのかしら、ないわけですね、おいらも行くってことは、今回はバージルはなしと、あ、そう、アイテム、あれだわ、お金割と使っちゃってんだよな、でレベルにも差異があるかもしれんから、まあ、ほんとさっきも言ったか、さっきも言ったけど、まあ許してくれ、で、あ、お金払う前に探偵協会行くか、今回先に探偵サブクエストさ、いっぱいありそうだったらそれやる回にするか、またついでに、まあ お金使って、あれなんだっけ、まあ、装備とか買い漁ったりとか、猫のお祭りのあの結局結末が分からんかったんだよな、新聞読んでみるか、それ前回読んだっけ、新聞覚えてる、見つけた見つけた、はい、これちょっと待ってね、今イライラしてるから、テンパってるな、教会の女性、これっすか、うわい、来たー、エリー、やっと会えた、ありがとう、ありがとう、20年ぶりに亡き妻に会えて、わしが書いた絵、あ、そうなんだ、へえ、あ、家みたいなところ、就活ですか、この髪も目も口も、おー、エリー、よかったな、簡単、テクタは何のためにあの手紙とか謎を用意したのかな、直接行かせればよかったね、ここですよって言ってな、寝てんのお前、どうした、もう寝てただろお前、あ、はい、何も事件ない、あ、もう聞きます、地下鉄、あ、マジ、ちょっとそれ楽しみにしてたんだよ、はいはいはい、幽霊騒ぎ、地下鉄の幽霊事件だっけ、霊園前かよ、霊園広すぎてな、霊園前だけだったらいいんだけどな、はいはいはい、あなたたちっていう書いてなかった今一瞬であれだったけど、あなたたち、あなたな、え、あなたたち、ちょっと待って、あなたたちよりいい、プレイはあなたたちって書いてなかったな、一個多くなかった、はいはいはい、霊園前、はいはい、既得って何、まあ珍しいみたいな感じやね、ちげえよ、はいはい、アリエス賢いけどタイミングがちげえわ、確かに、まあ既得ってなんか意味ちげえんだよな、思ってるのと、珍しいとか
なんか変な人ねみたいな感じのニュアンスだけど、多分違うんだろうな。うえ、でも読めてないやつめっちゃあるはずなんだよね。あ、やっぱり。だってこの辺はこれめんどくせえんだよな。ちょっと待って。ロンドン風、スペイン風の後にロンドン風来たらもうさすがにビビるよな。俳優から物音で取り壊し結構あんね。要草原、ここまで読んだんだっけ。からか。へえ。これは持ってない女性は女じゃない。これあれだぞ、ま、今のご時世だってな、お前荒れるぜ、謝ってくださいみたいな。しょうもない。人工太陽やば、怖っ。人工太陽とか事件起きる気しかないじゃん。あ、なるほど、無料でね。はいはいはい。逆にね、中華街と館長しかなかったのがおもろいよね。万博会場前ね、一回行ったことあるんですけど、そのデータやセーブし忘れる前の初見プレイの時だけなんだよな。やり直した時には霊園前行ってないから、霊園じゃない、万博前行ってないから何もないっていう。よっしゃ、とりあえず霊園前行く前に中華街と、まあ、この辺仕立て屋行って装備でも整えるか。やっぱそれぐらいセットな。おい、ワオ、もしおっさんの絵とかやって、これかや、エリーとか言ってあのおっさんの絵とかあげちゃった時ゼロポンドだったんだ。よかった、選んどいて。さてさて、仕立てましょうか、仕立てましょうか。おい、増えてるかな、増えてるかな、増えてんのかな、増えてね。ここで増えてるかどうかって分かるのがアリエスが中華街に行った時だけなので、ちょっと中華街行って何もなければ、まあ霊園前行くときどうせここ寄るからさ、あれがあんだよ、 SP 回復とかってなんかパブじゃないんだよね。パブでしか買えなくて、お茶系がやから、お茶とか売ってるのってどこだ。あー、そうだそうだ、裏通りのね、あ、そう、裏通り、これか、裏通り誰だろう。あ、いたいた。海が好きとか言ってたマーガレットさん、ジョン、マーガレット、ちょっと先中華街、多分この上だろう。 海が見えるところで言えばもうあっちじゃねえか。どこだろうな、でも海が見えるところなんてあった。あーあーあああ、ちょっと待って、あれ海じゃねえか。木の下でさ、メッセージあったところあったじゃん、あれって海だったっけ、海が見えたっけ。町だよな、町並みが見えただけだよな。じゃあちげえわ、この竹細工屋で武器、わお、パオ、たっけ、変わらん、変わらんと。はい、だろう。これのね、あ、そう、あのね、これ気づかなかったんだけど、この時の石とか真珠の鏡、特典的に使うと大ダメージってやつがあって、これ強いのかな、どういう、ちょ、まだ勝ってる。これ多分アンデッドとかでしょ。サビ、ロボ、虫、ニワトコって何、ディメンタみたいなやついいのかな、獣用のような、多分ネズミとか、タバコ、ヤニブ、この辺ようわかんねえんだよ。綺麗に、魔女とかいんのか、時の石とか、なんかすげえ欲しいけど、進化しとったのが。99個ぐらい買っとくか、全部買ってもだって、990円でしょ、全部買っていいやろ。めっちゃ買っとこう。多分使うことはないと思うけど、まあ記念に。買わないなんて、もったいないわ。散財しまくってる。バカかもしれんな、俺な。仕方ないもん、こういうの見たらなんか欲しくなるもん。はい、じゃあ装備変更で、どう、はい、オッケ
分かってくれこの気持ち。でも霊園だからなんかガンゲン聞きそうで、除霊っていう意味でゴースト系がしかも出てくるんでしょ。幽霊事件って言ってたもんな。まずは大家さんの依頼をこなしたいので、海が見えそうなところ、海が見えるところって何よ。この子かわいいよな、ナージョ。デンデンバンダラホレホレホヒン。怪人ゴーストとかいたな。どこだろうな。まず探してここパブ、あれ火落ちないかな。アイテムみたいに言うなよ。アクアビット、アクアビ、あ、お酒の名前。こう海見えるんじゃね。海見える説ない。これ海が見えるってなんだよ。ふざけんなよ、全然見えねえよ。毎回テッド&デニスだけ見れる。下ないかな。あ、行ってみる。やっぱり行ってっか。 SP アイテムとかは、まあ、さっきも言ったけど、やり直した時に、やり直したっていうか、まあ、セーブし忘れたんで、データをね、時系列を戻してた時に買ったんで、ストレートって言ったら確か30個ぐらい買ったんで、でバージルに2回使わせたから、ってことはまあでも、まあそっか、31個あるのかな、元から3つ持ってたから。どこだよ。海が見える、この世界に海あんの。海見えそうなとこ行ってみる。あー、海ってこっちか。あったわ、港があったわ。あー、水で、例えば港がアリアンした。なんだこの穴、出てくの。あれ、いけないのか。君かい。ハイドパークの入り口で見える景色が最高だぜ。わかったわ。ハイドパーク、噛むことすら噛むね。ごまかすの下手じゃない俺。言わされたから。それがあれか。オープニングの。そして、スペクターの手紙が埋まっていた場所。行きますかと、そちらの方へ。もう場所わかるけり。あ、そう、ここでも買えるのか。コーヒーって書いてあったな。ハイドパークホテル前の道を渡り、さらにここも渡るとしたら景色よき。あ、この子か。違うのか。え、なんだそれ。前の家どこだよお前。バージルかな。あ、ここだわ。万博会場前。ほら、どこ入ってもこれ1個あんのよ。どうだったかな。いや、前回の時しかチャプターじゃないとないか。いや、なんかあった気がするんだけどな。拾ったぞ俺、何か。記憶が定かではない。あー、嘘つきましたか。僕嘘つきましたね。何構造でやってるんですかね。ラーメン構造とトラス構造ってのがありますけど、トラスかな。トラスが三角でラーメンが四角みたいな感じだっけ。もうどうでもいいわ。俺も名前ぐらいしか知らんから、あまり突っ込むとボロが出そうだからもう言わない。もともと住んでた場所って帰ってきたのか。それで一旦戻ればよいのかい。あんのかな、まだ。
手紙。あ、ないわ。あ、そっただろ。キャッホー言ってたやつ。手柄取り蹴り。そして物も取り蹴り。最悪じゃん。じゃあ地下街、地下街じゃないわ。なんだっけ。何街？裏通りか。なんとか街ですらなかった。裏通り行きやすか。ここにいる？君かい？は？知り合い？知り合いがあれか、大家さんかな？クランプみたいな感じでチームでなんか話考えてるのかな？クランプ作品ね、おもろいの多いよね。まあ俺が知ってるのってあまりないけど、俺が知ってるクランプ作品って翼とかか、翼クロニクルとかカードキャプターとか、なんだっけ、なんとかセブンみたいなやつなかったっけ。スクエアでね、連載してたんだよ。スクエアで何かしら連載してた。あ、いましたかね。来た、ありがとう。あ、大家の手紙読めばよかった。まあセーブデータ交互にやったりして、ちょっと見るか、終わった後に。まあおまけ程度に。じゃあ行きますか。レイエンチクったね。何があったかな。いや好きだったんだよ、スクエアのあのクランプの漫画。あと何、まあれか、ホリックとかか。ホリックとか結構漫画描いてるか分かんねえんだよな。出てこねえわ。ウテナってそうだっけ、忘れたな。銀のダーツ、なんだそれ。銀、銀のダーツ、バージルの武器か。それ、え、それかあれか、小物。小物系何があんのよっていうレベルだな。あ、1点も押してねえかな。あっ、除草剤。もうこれ100いったんじゃねえ、除草剤。草系モンスターいんの、オチューみたいな、モルボルみたいなやついんのか。オチューって結構最近に出てきた FF の敵かと思ったら、がっつり初期からいたわ。もう開いてんの、閉まってる。また閉められてんのか、マジか。じゃあ行くか。不思議遊戯は違う人が書いてるんで、渡瀬なんだっけ、ゆうなんとか先生みたいな名前だった気がするんだよな。そろそろ警察こは相当ストーカーしてんじゃん。嫌われてるところじゃないよ、敵と見なされてるよ。おい、かかしみたいんだか緊張。まあそうだ、そうそう、まあええか。夜、白い巨人の幽霊が出る。しゅ、それは幽霊じゃないぜ。箱の中に行列入っていく。リユニオンやば、ジェノバ細胞植え込まれてるな。はぁ、なるほどね。いや、ほんと。はいはい。じゃあ、とりあえず夜ならんといけんわけだ。なるほどね。夜にならんといけんっつってるから、回復アイテム、まあまあ買っとくか。まあまあ買って、SP アイテムもまあまあ買って、で、にっこり笑顔よ。ツルツルテカカテカ、明日も晴れるかなと。夜にならんといけんか。アリエス一緒に寝ようぜ年が年なら通報もええな。てかもうこの状態でも通報されそう、少年犯罪っつって。あ、どこだっけ。歓楽街だから下降りて、あれか、下手屋の向こう側か。ちょ、そこでアイテム買おう。回復アイテム買って幽霊事件解決と、いたしやすかと。これね、喋り方ね、なんとかですとみたいな最後につけるのね、皆さんね、もしかしたらタークスのレノとね、あかんねかい、タークスのレノのモノマネかなと思うかもしれませんが、これ大学の時のね、先輩の口癖映ってるだけなんだよね
めちゃくちゃ仲良かったんやけど、その仲良かった先輩の口癖がな、説明するときに何々ですとって言うんよ毎回。それが映っちゃった聞きすぎてそう、だから俺もなんか説明っぽく喋るとなんとかですとつっちゃうんだよな。あれどこだったっけ、これ道具屋、あれ遠いんだよな飲み物買い行くの。ちょっと買い行くか、足りないよな。シャオロンパウダー50個買って、それとて足りるか。でも全員ガンガン使える。シャオロンパウダーね17ポンドやから、イチゴより3ポンド安いや。だからめっちゃ買って、麻痺とかもあるからまあいいか、めんどくせえし夜の、まあろさっさと夜にしよう。じゃあちょっととりあえず解散。まあ、手紙読めんかったらもちろんおまけないよ、今更ですけど。おい興味ないでね、なんだこのイケメンクラウド。寝ようか。どういうこと？夜になるとって言ってたよな。霊園に行っていいんかな。もうよう分からん。ほらよ分かんねえよもう。どうするべきですかね。マジどうするべ、どうするべ。え、霊園行っていいか。夜になるとって言ってたもんな。夜にする方法ってあんのか。一応夜にする方法ってさ、自分の部屋に帰るとかでしか経験してない気がするな。他にあんのかな。じゃあもう一回霊園行ってみるか。霊園であのおっちゃんに話聞いてみるか。うんだなっつって、そっか話聞かせて。そう夜、そう、夜でしょ。行っていいんかな。いや分からんな。ここ夜になったら終始明るいうちに行ったところがいいね。なんだろうね、これまた迷いますけど、よろしいか皆さん。いや、よろしいということでね、そう言えたんで迷います。迷うの好きなんだよな、ゲームにおいて。時間かかってなんかイライラするっつうか、どうすんのっつって、ちょっとねあれだけど、なんかモチベーション的には早くクリアしたいって気持ちになるけど、まあ、それもね、それを差し置いてでもやっぱゲーム、このゲームってなんか迷っても楽しいみたいな感じするわ。うん、いろいろ話しかけますけど、幽霊、どうしよう。スペクターとかゴーストとかいんのかな。バージル行ってみるか。バッターン。でもこれ 3マスしかないもんな。ちょっと足りねえよ。誰かと入れ替えみたいになるのか。誰かと入れ替えになるんですか。わからん。わからん。知ってるよ。何が知っとる。ルードヴィヒ3世？結構猫が関わってんだよな、この世界ね。で、害虫駆除とかもできてないから、下行く必要ないし。バージュル行ってみるか。いるかすら分からんけど、まあ行って損はないだろうというあれですわな。つってな。あれどこだっけ。あ、こっちか。嘘だろ、俺迷っちゃったってか。どう、バージル会いたいから、あん。慎重にいかんと。おるかな、ヒントとかないかな。霊園に幽霊だって。ゴーゴーっつって。なるほど。なうわ、まあ、しびっくりした今携帯ないなと思って。
探して、まあ諦めてたんですけど、お尻の下からバイブレーションが聞こえてびっくりした。はぁ、あ、何夜になったらっつったやん。人間死んじゃったらどうなるんだよかなっつって、そんな言われたのもな、言われたって、そんなそんな、なんか浅いこと言うな、深そうで浅いよな。死んだらどこに行くとか、死んでから考えてくれ。それは死んだ時に、あ、ここに来るんだ、一人で思っとってくれ。そう、あ、そう、口笛吹いてるやつって関係あんのかな。ちょっと話しかけてみるって言ってみるところわかんないけど、ハイドパーク先の公園とか行ってみるか。お前は、それともバージルと大家さんめちゃくちゃ仲いいとか。迷いけり、糸迷いけり。入れねえんだよな。入れん。万博ねえ。貧富の差がでけえな。相変わらず。たまたま見つけてもらえたからよかったけどな。はん。ふんふんふん。なに、ちょっと待って。もう一回家帰ってみるか。家帰って大家さんとかに話しかけてみて。ちょっと。裏通り中に。あ、そういえば、裏通りの。アイテムとか、そう、買ってなかったな、これ、骨董品。おい、これこれ、ワオ、なんか早技パチンコとか、クソ強いやん、クソ強いじゃん。コウモリ傘、コウモリ傘、懐かしいっすって感じ。結構あるね。で、売る。銀のダーツってそういう系なんだ。で、ここね。羅針盤なんて渋滞のもと熱に浮かされ舵を取るのさ、うてってってってほこりかぶってたてれで、宝の地図も照れて確かめたのなら伝説てれてれれれん。ということで、結構買ったんで嬉しいっすと。買ったっけ、あ、おしゃべる、おしゃべり買ってなかったんだ。達人パチンク、フライパンチ強すぎんだろ。で、ガッシャ、あれ、コウモリか使ってない。おら、コウモリ買っとくわ。早技持ってなかったっけ、ちょっと待って、確認することが多いな。早技なかったのっけ、早技と、あのキャサリン気づいてよかった、忘れて思った。命中率下げずにっていうところを考えるとやっぱこうなるわけで、小物は何がある。あ、入るのか。
状態以上に強くなるの。これもう買っときゃよかったマジで。あれなんか手袋買おはよ持ってるやん。防御力ある。精霊の加護がある。命中率上がれてほしいな。これ何が違うんだろう。銀の腕はなんかいいか。状態上結果とかとして、防御力とかは正直いらんから、幸運のコインとかで回避率上げまくろうかなと。で、体力が少ない相棒は防御力上げて、かつみたいな。でこいつ防御力上がった方がいいんだよ、回復できるから。で、あ？幸運のコインと幸運のコインと、こういったな。はい、セーフじゃん。保存、保存じゃねえ、同じじゃん。まあ、とりあえずノリが上がれっていうか、どこで買うんやろうと思ったけど、ここで買えたんだ。全然気づかなかった。あ、こうか。 OK、 マスクとコロナから身を守る防御力ある。じゃあどこ行こう。もう行く場所思いつかん。なんだ、どこ行けばいいんだよ。まあ、何も始まってないぞ。